皆様お久しぶりです。ロスサントスという町でベーカリーサナエというパン屋の店長をやっておりますラグランジュ満島です。いつぶりになるだろう、このアルタというパン屋経営とダンジョン探索アクションパートに分かれているこのゲーム、こちらをゲーム実況させていただいたんですけども、久しぶりだな。この度第2の島大型アップデートが始まったということで、第2章王林要塞。おお。プハー、今日もいいペンキ。早くクリスタルを探しに行かないと。もう操作とかすっかり忘れてしまってるからな。こうやって避けるのが大事だった気がする。あ、女神様お久しぶりです。女神様が暴れてダンジョンの奥地で戦ったな。いきなり襲われて大変だったよ。おはよう、チャヤちゃん。よく眠れた？まあ、いきなり襲われるとかね。ロスサントスじゃ日常茶飯事だよ。あの街に比べたらずっと治安いいさ。あー、びっくりした。女神だからって勝手に人の部屋入らないでよ。でも昔からのお決まりよ。勇者は勝手に人の部屋に入ってもいいの。確かに、最近もね、なんたらクエスト3がリメイクされて。勇者といえばですよね。それに、みんな私の領民でしょ。圧政が始まってしまう。だからみんなの家は私の家、なんというジャイアニズムだ。不法侵入にはならないの。まったく、勇者だからってその態度。チャヤちゃん、どうかした？あ、そうだ、今日はお礼をしに来たんだよ。まさかお礼参りか？詰められるのか？あのさ、私が寝ている間に青い騎士と一緒にモンスターを退治してくれたでしょ？覚えてない？青い騎士、あれかな、あの訓練所のお姉さんかな。だからご褒美をあげると、言いたいところだけど、残念なことに加水祭の優勝商品のためになけなしの財産を全部使っちゃったんだよね。あのお祭り、そんなに費用かかってたんだ。なんかタイムアタックミニゲームとかありましたね。自分のお金くらいちゃんと管理しなさいよ。そうだぞ、俺もね、ちゃんとパン屋の金庫のお金はね、パン屋のために使うために取っといてるから。あのパン屋の物件だったり、やるとしたらそのパン屋のなんかイベントに出すお金とか、自分のためにはね使わずに。自販機回収とかでも、あれ1日頑張ればね2700万円入るんですけども、自分で一人でやっててもちゃんとね自分のお財布には入れず、パン屋の金庫の方に入れてますんで、まあまあなんとか生活できればいいんだよ。まあ、あの町でもね、一応飯さえあればなんとかなるけど、そういうねあえて働かずにフィールドワークだけでね暮らしてる人もいるはいるけど、やっぱりね定職について、その自分のね居場所ってものを確立した方がいいと思うんで、それはこの町でも一緒だと思うんでね。でご褒美をあげられないから、その代わりに私がねぎらいに来たってわけ。レイドしてくれるのか？ありがとうございます。勇者の方の観測者の皆さん、こんにちは。あ、勇者さん、レイドありがとうございます。何を言ってるかわからないけど、レイドありがとうございますってね。よーし、それでは女神様との感動的なご対面、チャヤちゃんへの質問タイム、スタート。チャヤちゃんって冒険者見習いなんだよね。駆け出しって感じで懐かしいな。見習いなのになんか正式な冒険者みたいな感じでクエストお願いされちゃったんだっけ。でもこんな偏僻なところになんで来ようと思ったの？サイトシーイングですか？ああ、ミッションのためだよ。アルタクリスタルを見つけるためにここに来たの。お、タイトルのアルタ。はあ？ギルドがそんな適当なミッションを与えたの？約束と違うじゃん。まったく腹立つな。でもまあいっか。次の質問。パン屋に住んでいる理由は？お金が。俺がパン屋に勤めた理由は、最初はね、まあ、パンとか好きだから、かじりに行こうかなと思ったら、たまたまね、サナエさんがいて、もう一人の店長の小花井サナエさんがいて、で、初めましてをして、パン好きなんです。よかったらここで働かせてくれませんかってことで、快諾をいただいて、そっからもう2年以上かな。ベーカリーサナエで働いてますね。住んでるのもね、一応高級住宅街に、ね、10億円のお家とか買ったけど、あそこね、全然ハウジングしてないからな。もっぱら隣のサナエ層か、都内の一棟買いしたビルのハイパーサナエ層の方ですね。それは、うっかりパン屋のオーブンを爆発させちゃって。悪い子だな。冒険者でしょ？なのに、イーフィーちゃんのオーブンを爆発させちゃうなんて。冒険者ライセンスを剥奪しちゃうぞ。ライセンス制でした。
まあね、私ラグランジャ三島も公務員として免許センター員として働いてますんで、よくねライセンスの付与はしてるんですけども、ただね剥奪の権利はなくて、そこはね警察の仕事なんでね。私が爆発させたわけじゃないって、ちょっと触っただけなのに爆発したんだよ。まあ、確かにね、店内に元子、あ、今弁当倉かとかで侵入して、キッチンのあたり大炎上させた人もいるからね。うん、覚えてるか、リリさん。まあ俺も同じことやったけどそれだけで爆発する？ロスサントスね、爆発音がね、もう日常的にドッカンドッカンしてますからね。よくヘリとか落ちてるし、ちょっとや外の爆発音じゃあまり動じなくなってしまったよ。それにパン屋を元通りにするために私だって一生懸命頑張ってるんだから、そのためのお金がまだ全然足りないけど、 ID ナンバーよかったらちょっと振り込むよ。まあまあ、さっきのは冗談だよ。私にそんな権限ないしね。お前もかまあ通貨もね、そう、ロスサントス、うちらのロスサントスはね今円になってるけど、昔ドルだったんですよね。ここのお金、通貨が違ったら振り込んでもね、両替ができなかったら話にならないし。オーブンが爆発したのは多分事故じゃないかな。私が寝起きて不機嫌になっちゃうみたいに。でも、わ、すごい、ゲーミングからな。ここ大事、テストに出るよ。アルタクリスタルのこととなると、私は役に立てそうにないんだよね。本当に？だから私の友人、三女神のタイリーンに聞いてみよう。たたたーん、ココリ特製の地図だよ。小麦広場、懐かしい名前だ。オレンジ郊外への道が開かれた。というか世界がまだ狭いところでしか行ってなかったんだな。砂利通り、マッキリ神殿、懐かしいな。周回してパンの素材をたくさん集めたもんだ。これは次のエリアへの、そう、ルートも書いてあるからね。ピン差しありがとうございます。気が利くでしょう。バンチしかわからなかったら、T 筋肉開いて、スラッシュマップ、半角スペースバンチ。で、それでね、青いカーナビのライムで出るんで、それを頼りに行くといいよ。でも、そのあたりは私の領地じゃないから、ああ、島取り、そこら辺取れなかったのか。ちゃやちゃん、いろいろ気をつけてね。最近はね、なんかパチパチ運動会、もとい島取りっていうのがあんまり行われてないけど、なんか各ギャングが勢力争いをしてるみたいですね、うちの町では。こっちではどうなんでしょう。まあギャングみたいなことしてる人はいそうだけど。うん、ありがとう。これですぐにクリスタルが見つかりそう。ギルドから叱られなくて済むしね。なんで？チャヤちゃんはちゃんとやってるのに。それがね、効率が悪いって言われたの。ああ、お気持ち来ちゃいましたか。自身は頑張ってるのにね。そんなね、いちいち別に効率中で動かなくてもいいんですよ、好きに生活すれば。うん、報告を忘れたのは私が悪いけど、でも、ミッションが全部完了するまで報酬お預けとかひどくない？本当はもっともらえてんのか。へえ、最近のギルド、ひどいな。街で言うとなんだろう、市長とか、市長案件か、これ。でも、あれだぞ、市長にお気持ち、そんな送っちゃダメだぞ。まあ、市長はいろいろね、観測者の諸君、町の住人送るんだったら、フォームから私のところに送ってこいって、全部を受け止める覚悟ではいてくれてるけど、まあ、それでも理不尽なね、内容はね、良くないですからね。うん。気持ち優先じゃなく、何かね、意見があるときも、一度、一晩寝かせましょう、送る前に。うん。で、ちょっと感情的になってないか、確認した上で、そのご意見、ご感想を送るといいと思う。私だったらギルドに乗り込んでみんなボコボコにしてやるのに、視聴者乗り込んでいきなりロケラン打つ人もいるみたいだからね、そんな感じか。これが勇者の貫禄ってやつね。つまり勇者イコールニアリーイコールギャングですね。でもチャヤちゃんはそんなことしない方がいいよ。だって私不死身だし、市長も不死身って言うしな。それに冒険者ギルドは、うん、まあいいか。チャヤちゃんが気にすることじゃないし、冒険者ギルド自体がもしかしたらギャンみたいなもんだったのか。ギャッパチパチ。チャヤちゃんがやるべきことはミッションを達成できるように頑張ること。それじゃあ早速次のエリアへ出発進行。おお。冒険者ギルドって昔一体何があったんだろう。まあそんなことを考えてもしょうがない。ココリが言う通り、今はミッションを達成しないと。懐かしいカレンダーで、どのパンが売れやすいとか。今日だったらカチカチなパンが増えやすいと。調査、
このトロフィーは加水祭でココリからもらったものね。あの時の障害物競争は私にとっては余裕すぎたわね。受賞式の光景が今でも思い浮かぶわ。ブロンストロフィーは屋根につけたら平石になるかも。確か満点は取れなかったんだから、あ、なるほど、これで振り返って取れてないそのゴールドとかのも取れるようになるってことがもうしっかり覚えてるよ。思い出す必要ないかな。だから一応ゲームとしては日付とはしては超えちゃってるけども、こうやって思い出してやれるってことね。あれ、なんだろう、祭壇が光ってる。あ、イーフィーに会いに行かないと。よく見たら何か書いてる。かすれてるけど、なんとか読めそう。出来たてのパンと共に幸せな思いを噛みしめると、再び困難に立ち向かう勇気と決意を得られる。あ、これあれか、サインボードみたいなもんですね。うん。もし撤去する場合はね、T 筋肉からスラッシュリムボードで。あ、でもあれとはちょっと違うか。そうか、何かと思ったら、きっとイーフィーのパン屋がオープンしたから光ったのね。おお、新しいパン屋要素だ。やっぱり美味しいものは正義。パンはチキケラってことね。言うなればこれはパンエナジー。これで次の冒険が楽になりそう。うちのパン屋でも導入したいパンエナジー。これ食べたら何かね、一定時間強くなるとか。アルバイトの怒り夜食の味はパンの味、折れない心、豊穣の祈り、勇者の決意。でも何を選べばいいんだろう。とりあえず上から使ってみようかな。よし、それじゃあパンの神様、私の冒険の成功を祝福してね。お、12。あ、喋る。森の奥に入るのはやっぱり危険なのかな。ココリ様がご無事でありますように。ココリ？もしかしてカオス戦争の勇者、あの三女神のココリ？さっきまで会ってたじゃん。でもカオス戦争でもう何百年も前のことでしょ。三女神ってまだ生きてるの？あ、でもココリは勇者か、女神とはまた別か。でもこんな質問したらバカにされる。で、お店の方がここから入ってと。イフィー、ここに一番美味しいパンがあるよ。今日はいい天気だな。そうだ、パンを研究する日にしよう。会話も増えてるね。最近はココリ様がよく遊んでくれるの。ココリ様は魔法が得意なんだ。うちのベーカリーさないもね、いろいろ魔法がかかってるんで。うん、魔法のレジとかありますんでね。いろんな魔法を見せてくれるんだよ。すごく綺麗なんだ。たまに風船とかリボンも出してくれるんだ。今度は茶屋の分ももらっておくね。風船もね。あ、好感度ゲージが上がった。イーフィーとの仲はまだ深まってないようだ。あれだけ一緒にお店を経営したのにまだ深まってないだとプレゼントをあげることもできると。いろんなパンがあるな。うちのパンもね、結構増えましたよ。イベントで出したパンもあるし、サナエさんもいろいろ作ってくれたしな。あと、なんなら俺が作ったデグーパン、今日本の中野っていうところで12月の22とかだっけかな、間違ってたらごめんな、まで食べられるんでね。ベーグリ屋さんで売ってますよ。俺の魂の方が食べに行って挨拶しに行ったらしいけど、他の通常商品のベーグルもめちゃめちゃうまかったって言ってたよ。シバのアドバイスで運動を始めてみたんだ。体を動かすって楽しいね。そういえばこのアルタというゲームの広報の方に、俺の魂の方がとあるインディーゲームのイベントでたまたま会ってご挨拶ができたそうで、ちょっとラグランジュ三つ芝としては直接挨拶できてないですけど、いつもお世話になってます。また何かあったら魂のカーダってやつ経由でちょっと何かよろしくお願いします。できることならベーカリーさないとここのパンをねコラボしたいですよねうちのパンをこちらにとか、こちらのパンをうちらの方で、俺がね実写として作って、実写ってなんだ、うちのパンは全部実写だぞ。うんだからそういうパン屋コラボできたら嬉しいなって、昔このゲーム実況やってた時も言ってたな。で、パンを売りたいところではありますが、あ、でも先にパン屋開店する、なんか在庫あるかな。ないですねじゃあこれはダンジョンに行かないとだ。あれ、またイベントが。今日ダンジョン行かずに一パート終わりそうだな。チラシを拾った。綺麗な字でこう書かれている。パン屋で改築できるものが増えたので、よーし、興味があればお店に寄ってください。ボリオ。デイクさんだ。ボリオにボリオ建設の建築を依頼できるようになった。木材の用意も忘れずに。新しく物件欲しくなったら、桃井さんとかボタリンさんとか不動産屋に頼んで、
ズーさんかな、でも、うん、同じ JTS 同士としてだったか、新しくね、このパン屋の脇にももう一つ社宅を作ってもいいかもだし、この住人のグラフィックも増えたね。森がある、大きな動く岩に話しかけると返事をしてくれるんだ。アンジェロ岩みたいのがあるのかな。ポーリオ、パン屋の改築。スーパーハンド、イーフィーが高い場所のものを取るときに使う工具。素材の収集範囲が、ああ、これはダンジョンで使うやつですね。いいっすね。アップグレード、木材あるかな。でーん。スーパーハンド、アップグレード。レジカウンター。C を押すと自動会計できるようになる。え、素晴らしいけど、あ、でもチップを得られなくなるのか。ただ、自動会計はね、素晴らしく便利だと思うから。うちのパン屋のレジもね、自動だけど、ただ、ロスサントスの元々のバゲットとか、ね、ドリンクとかだけなんで、俺とかサナエさんが作ってるオリジナル商品は自動レジでは買えませんので、ご注意ください。もし買いたくなったらね、電話一本くれれば、うん、他出勤してる時でも飛んでいくんで。手編みのバスケット。冒険で食べられるパンの数が1個増加する。これマストすぎるでしょう。よしよし、とりあえずパン屋の改築の方は済みましたね。村の開発。お、ボリオ建設のアップグレード。時間がかかりそうですって言ってたけど、あっという間。これで他の建物の、お、先祖代々オーブのレベル上限があった。いいね。パンダナも、よしよしよし。こっちもマストでしたね。木材たくさん用意しないと。お金もだし、今作ったやつの上限もアップしたし、時計と基地、小道、旅館、街灯。おお、まずパン屋自体の、あー、お金が足りないな。訓練所アップグレード。自身の強化がよりできるようになりそうだね。他行けるところはお金が足りないので、こんな感じですね。ジャーさん、新しいとこへ冒険に行くんですか？帰ってきたらボリオに話を聞かせてくださいね。良さそうな木材があったら持ち帰ってきてほしいです。はいよ。普通の会話でも、うん、新規の会話だと好感度が上がるのかな。そういうわけでもなく、このびっくりマークついてるときは新規の会話がまだ残ってるので、一通り見ておきたいですね。今ですねこうだ、操作自体を忘れてるんで、そこからなんですよね。まず思い出すのが、よっと、三つ芝。鞭と綿棒。新しい武器とかも増えたりするかな。トレーニング、ここら辺も大事だよな。ココリ様は大変元気であるな。噂に聞く女神様とはこのようなお方だったのか。ココリ様がどのような鍛錬を積んだのか興味があるが、いきなりお尋ねするのは失礼だろうか。あの人フランクだから大丈夫だよじゃあ早速試しに行ってみましょうか。オレンジ郊外、新しい素材もあるだろうし、持ってくアイテムはどれにしようかな。ポクポクシュー、ミルロック、王様パティーバーガー、回復もそうだし、よだめ増加もいいし、何を持っていくかも迷っちゃうな。スキルとかもいろいろあったよな。 V でこれはポイント、オレンジだ。パティ生地をいっぱい保存している場所。生地とかいっぱい手に入るんだ。結構ね、生地を集めるの大変だったからね。シュッシュッシュッ。で、スキルが。よし、ちょっと思い出してきたぞ。パティ防衛戦？パティが来たよ。あいつらに記事を持ってかれないで。え？どういうこと？あ、なるほど、これを防衛しろってことか。どっ
ちから来る。わあ、いっぱい来た。でかーい、説明不要。はい、まずい、取られる。お、大きいのやっつけた。よし、楽しい。いきなり防衛戦が始まったけど、このね、スキルのクールタイムがあるんでね、溜まったらどんどん使って、で普段になったらしっかり攻撃して敵のモーションを見て、敵が攻撃してくるときにピカッて光るから、そのときにシュッて避けて、しっかりとね回避をしていかなくちゃいけない。